照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。バッターは3番浅村。前の打席ではフォアボールを選んでいます。イーグルス同点のランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが古川、そしてライオンズが戸上、この2人の投げ合いとなっています。初球は外。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。2球目打ちました。この当たりはどうか、レフトが取りました。バッターボックス、ウィーラー。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。イーグルス同点のランナーが出ています。まあ牽制のうまいピッチャーですから、迂闊にリードは取れないでしょうね。打ちました。源田、素晴らしい反応を見せた。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたが、イーグルス得点には至りませんでした。5回終わって2対1、1点リードはライオンズです。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。最後まで点差を縮めることが残念ながらできませんでした。次のゲームは打線の奮起を期待したいと思います。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。このあたりで失礼いたします。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。